はい、どうもこんにちは。沖縄おばばです。はい。えー、ブラジルの大統領があ、すごい発言しております。はい、ブラジルの大統領がね、はい、えー、いわゆる、あの、ブリックス通貨でございます。はい、ブリックス通貨。これを使ってね、はい、ブラジルの大統領、えー、いわゆる、今ね、えー、使っている、 基軸通貨でございますね。基軸通貨。はい。ド、ドールでございます。えー、このドルの支配を終わらせると言っております。終わらせるんですよ。終わるんじゃなくて、終わらせるんです。はい。わかりますよね、これね。つまり、もうね、あのー、なんて言うのかな。終わらせることができるということなんですよ。 えー、これ簡単な話でね、もうこれ何だ、何度もあの、言っておりますけど、えー、ブリックスに参加してる国。はい。この国が、あ国際取引でね、えー、ブリックス通貨を使う。はい。えー、どのルを使わない。これだけで終わっちゃうんですよ。はい。えー、まあ、そういうことです。えー、まあね、ね なので、もう、これ、発表がですね、ブリックス通貨デ、デジタルのね、ブリックス通貨の発表が8月後半にあります。もうちょっと秒読みになってきましたね、これ。はい、秒読みになってきました。で、えー、急激にね、多分ね、ガーンって来ることは、まあ、ないかとは思いますが、 はい。終わりの始まりだということです。はい。ドールのね。終わりの始まり。つまりは、これを使っている国々の終わりの始まりということです。いわゆる西側です。はい。BRICS に参加していない西側。8月後半、終わりの始まりです。経済の。 まあ、すごいインフレになると思いますよ。これ、本当にね、いろんな面で考えていかないと、我々ね、えー、ダメなような感じです。はい。まあ、あの、本当にね、えー、とんでもないことになってしまった場合ね。はい。えー、多分、特性例は出るとは思います。あまあ、昨日も話したんですけどね、えー。まあ、戦後ありましたから、そういう時期が、一時期ね。 このことを覚えてるんで、まあ特性例は出るでしょうね。えー、そういうことで、一時期多分大混乱になるでしょうね。はい。終わりが始まります、もうすぐ。終わりの始まりの日付が迫ってますということです。まあ先ほどね、私、あの、お米の備蓄、はい。 え、するように言いましたけど、このぐらいは、まあ、当たり前だと考えてください。あとはね、えー、もう非常に、あのー、日用品とかも、あのー、どん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 高くなってきてしまいますので、えー、インフレがね、非常になったらスーパーインフレみたいになってしまいますんで、まあ、これですね、どういうふうに乗り切るか。どのるがね、終わってしまったら、もう、日本も、 一連卓章です。この辺はわかると思いますよね。はい。えー、アメリカの国債一番持ってますから。はい。で、日本は売ることができません。何度も言ってますけど。アメリカの国債を日本は持っているんですが、売ることはできません。他の国々のように。そういうふうな決まりになってるんですよ。はい。えー ただ大変なことになるでしょうね。アメちゃんからすごいことをされると思います。なので、売れないんですよ。はい。えー、なのでね、えー、まあ、秒読み段階に入ってきたと言わざるを得ないかなって思いますね、ちょっと。まあ、大変です。はい。えー、これがね、どのぐらいまで続くかですね。はい。どのくらいまで、えー、なんていうのかな。 ある一つの限界点ってありますから、はい最初はね、えー、割と緩やかだと思うんですよ。緩やか、はい、えー、一挙に使わないっていうことには、あねブリックスの国々が一挙にねドルを一挙にやめるってはならないとは思うんですよ。 徐々に徐々にだと思うんですよね。まず、大きな、そのブラジルとかね、えー、C の国とか、そういうところが辞めてって、徐々にね、え、アメちゃんと関係が深いような国でも、え、ブリックスに参加してる国が徐々に辞めていくっていう形を取るとは思います。今までのね、傾向を見てみると。なので、 えー、どこら辺が限界点かっていうのは見極めないといけないなと思いますが今のところこれ予想はできませんはいえー、なのでね限界点にもしたあの到達してしまったらあとんでもないあのー、スーパーインフレになりますからはいえー、そういうことなんでそしたらもうねまあ多分特性例しかないだろうなっていうことです銀行なんかも えー、破綻しちゃいますね。日本のね、大手でも。まあ、そういうことなのでね、えー、これちょっと、経済のね、えー、いわゆるリーのね、セットでございますね。こちらの方がもう目前に迫ってるかもしれないです。はい。えー、どの辺が限界点になるかわかりませんけど、始まるときはもう決まってますね。BRICS 通貨発表でございます。デジタルのね、 はい。デジタルのブリックス通貨発表。これが始まりでございます。はい。えー、どう動くか、我々は冷静に見てまいりましょう。そしてね、えー、まあ、備蓄済んでない方はあ、さっさとしてしまってください。はい。えー、そしたらね、なんかあ、とりあえずはインフレ、すっごいスーパーインフレになっても、えー、日用品がないっていうことはあ、ない。まあ、そういうことはね。 え、怒らないと思いますので。はい。自分が必要なものは、必要な分だけ、えー、買っておきましょう。私は猫砂とかね、トイレットペーパーも、とりあえず1年分は備蓄しております。はい。まあ、そういうことでございます。えー、それではね、皆さん、あ、こちらの記事も貼っておきますので、見に行ってください。はい。えー、ブラジルの大統領の、お、の場での発言でございます。はい。それではまた、ごきげんよう。沖縄おばばでした。 えっ、ーえーえーえー、パナタ